し。まずマシク。態度のこのものが六角の隠れ里から来た忍びの霞と申しています。大尼様、私は六角の村の忍び霞と申します。我が六角の村は帝国に抵抗を続けていましたが、ついに帝王マクドール引いてヒールシティールシティールヒール討伐軍によって我らの統領半蔵様はこのことを解放軍に知らせろと私を逃がしてくれました。タイニー様、私もタイニー様を急ぎください。帝王のヒール討伐軍はすぐそこまで来ているはずです。ついにこの日が来たか。俺は帝王様と戦うことになるのか。すぐにも迎え撃つ準備を進めましょう。よし、父さん殺すか。このいや、多分仲間になるね。また仲間増える。誰、あ、これか。来たぜ、ついに来たぜ。対岸に現れやがった。かなりの数だ。タイニー殿、ここは一度軽く戦って相手の戦力を見極めた方が良いかと考えます。しかし父と戦うのは、何を言っているのですか。あなたにも分かっていたはずだ、この日が来ること。しかし父と戦う、あなたはもう解放軍のリーダーになったのですよ。見てください、ここにいる彼らを見捨てるのですか。しかし父と戦う、タイニー殿、いつかは戦わなければならない相手ですよ。ねえ、ねえ、何を言ってる。ああ、わかった。よし、戦おうか。帝王との戦い。帝王と戦う。帝王強いか弱いか、これは帝王か。帝国に刃を向ける反逆者とも、我が子といえども、許すわけにはいかぬ。帝王マクドールの名にかけて。帝王様。よし、殺しましょうか。まず魔法か。20か。20いけ。あのピエロ、ブーンの私魔法を見つけた。てか、魔法失敗。ダメ。最初は魔法じゃないか。どうしよう。その他、忍者、敵の策を調べる、必ず成功する。よし、行け、忍者。私にお任せください。よし、このため、忍者に手に入れた。敵の次の策は、鉄鋼、駒、うまい。だからなんだ。あ、いらないね。それ分かっていた。その、コソドル、家でコソドロ、まだけを聞き。敵の次の手は、これは忍者と同じか。
金道ダメか。意味ないこれ。あ、金道なんだ。申し訳ない。お前ら役に立たない。弓矢、どう？どうだ弓矢。あの早いやつ弓矢さんか。3000、今回3000、前回は魔法、今回魔法、冬の島魔法、結構この魔法ダメ、これはダメ、もうみんな死んだ。普通の攻撃どうだ。これはひどい。勝てるわけにはいかないだろう。勝てない。もうダメだ。いや、力増える。そして突撃。行け突撃。今回死ぬな。クリジー決まっ、まだ。もう死ぬしかないだろう。勝てないこのやつら。ほら。痛くなっていた。もう殲滅した。負けるしかない。ないし、死ね。殲滅しました。みんな死んだ。我が軍のは殲滅しました。無念です。このままでは解放軍の命運が尽きてしまいます。退去しましょう。勝てないこれ。無理無理だな。アレン、グレンシール逃がせな。解放軍を一気に叩き潰すのだ。アレン様、ここは俺が食い止めます。早く逃げてください。パーン、お前一人では無理だ。死ぬつもりか。死ぬつもりはない。しかし死ぬ覚悟がなければ帝王様はやめられないだろうな。無理はするな、パン。大人様、止めないでください。あなたはここで死ぬわけにはいかない。グレミオにもらった命無駄にはできないでしょ。無理パン。テオス様に出会ってから10年昔から思っていたことがある。テオス様と一度戦ってみたいと。今は俺のわがままをお許しください。無理パン。タイニー殿、行きましょう。あなたには、あなたのパンには、パンのなすべきことがあるのです。今は、あなたを失うわけにはいきません。それが、どんな犠牲の上に成り立っていてもです。パン、とも、頼む。任せと言ってください。晩飯前までには、帰ります。きっとだぞ、パン。ああ。パンも死ぬか。パンか、そこをどけ。そういうわけにはいけません。私に逆らうのがパン。私は帝国のためは、たらき。一度は大人様を裏切り、もうしました。しかし今は、今の俺は自分が何をしたいのか、どういう風に生きたいのか知っています。知ってしまった以上、それを失うわけにはいきません。そうか、お前と戦う日が来るとは思わなかったな。アレン・グレンシール、手を出すなよ。真剣勝負だ。パーン、参ります、帝王様。パ
パン死んだか。え、我はパンか。手加減はなしだ、パン。行くぞ、私はパンか。私の剣は鈍ってはいないぞ。今回はパン。では攻撃。攻撃。攻撃。一打弱い。別に意味ない。このやつ、本当に弱い。では、捨て身の攻撃。捨て身、攻撃、捨て身。よし、今回92だけど死んだ。じゃあ最後は暴挙。別に意味ないこれ。パン弱いすぎる。え？次はもっと強烈だぞ。え？生きた？え？生きた？コギー。1ダメージ。え、無理これ。でも一発耐える防御で。セキュールは防御か。スケは捨て身。二人捨て身。よし、二、十、九、二。無理これ。じゃ防御をその後攻撃。いや、攻撃したでも負けた。じゃあ防御と防御。どうだ。うん、これはセキュール。よく見切ったな、パン。これはこっちはもう慎重に。これ勝てるというわけ。ん？勝てるこれ。攻撃。ゼロダメージ。このテイロスはこちらから行くぞ。防御か。攻撃防御。そして死んだ。これは無理か。では防御二つ。防御しかない。次はもっと防御防御。よく見切ったな、パン。これはこちらも慎重に。じゃあ次は攻撃ダメ、捨て身。捨て身どう？捨て身ダメ。防御。次防御。二人防御どうだ？これでは、ラチがあかん、行くぞ。多分攻撃。1ダメージ。0ダメージ。この程度次はこちらから行くぞ。防御、攻撃と防御、防御死ぬ。0ダメージ。どうでもいい、防御か。みんな防御。では、じゃあ、捨て身攻撃。死んだ。攻撃。捨て身攻撃、ダメ。攻撃、攻撃。死ダメ、無理か。捨て身攻撃、死ぬね。普通のゼロダメージ攻撃。防御か。これは無理。無理そうね。そこまでだ。これは勝てないかな。多分勝てない。攻撃。攻撃2つダメ、防御ダメ。捨て身攻撃ダメ。これは別に意味ない。これ。まあいい。死ね。パン気が済んだか。どうだ。帝国に戻る気はないか。今なら私が何とかしてやるぞ。すいません、太陽様。それでも、この俺は
俺がやりたい方法を選びます。あ、もっとパンレベルアップしたなら勝てるかな。どうかな。反逆者がどうなるか知っているな。許せよパン。すまないグレミオ。もう坊ちゃんを守ることができない。そっか、パンもパンはレベルアップしたなら勝てるかな。めんどくさい。死んだパン。ああ。そっか。私そろそろお家に帰りたいんですが、そのうちの。これは絵の具の場所。なんだこれ。私の求める色はまだ見つからない。これはなんだ。あ、多分まあいい。パン死んだ。まあいい。なんだ、ショーケーか。マックスフリックか。はい、進むしかないだろ。タイニー殿、兵たちも疲れています。今日はお休みください。タイニー様、ベッドの用意は整えておきました。今は何も考えずお休みに。くそ、なんなんだよあれは。こっちの攻撃が全く歯が立たないぞ。鉄子コーマヘイ。これはベッドか。寝ろ。うん、なんだ、寝るか。何のベッド。よう。はい、パン死んだね。タイニー様、テオ様のこと。タイニーベッドなんだ。この、こっち。前回はこっちだな。これはリーダーのベッドか。はい、ベッド。リーダーのベッド。ベッド。タイニー。起きなさい、タイニー。はい、あなたは迷っていますね。グレミオの死、父との戦い、それでもあなたは進めねばならない。なぜですか？そろそろあなたに私とお姉様、ウィンディのことを話す時が来たようですね。我が姉、ウィンディと私は、門の一族の生き残りです。大変にあなたの右手、テッドにもらったその紋章を見なさい。その紋章、総理で、ね、これか、そうかもしれないが、そろそろあなたに私とお姉様、ウィンディのことは、ね、同じね、門の一族。ソーモンチョソーリタワー27の陰神の一つで、これは違うか。なんだ、そろそろですね。我が道でウィンデモンデのブレソーモンチョソーリタワー27の同じか。その世界には多くの紋章があります。しかしそれはまあ全て27の真の紋章から生み出されたものです。それゆえ27の真の紋章は恐ろしいほどの力を潜めています。あなたの持っているソーリータもまだその本当の力を見せていません。そして我が姉ウィンディも27の真の紋章
の一つ門の門の紋章を持っています。門の紋章もまた大いなる力を潜めていますが、彼女はより大きなものを求めています。ですから姉はあなたを習うのです。姉が二つ真の紋章を手に入れ、それを復讐のために使えば、この世界に災いをもたらす、でしょう。真の紋章の力は人間が使うには大きすぎるものなのです。あなたなら姉を止められます。そろそろ時間のようです。お願いです。決して負けない心を。もう終わった。終わったか。次の場所どこ？マシュの部屋か。パンシンだね。またこれか。第二度の私はあの娘にオデッセに助けられたようです。第二度は喜んでください、リックさんが。お前が寝ている間に明暗が生まれたよ。ああ、まあちょっと休みます。